バンテリンドーム名古屋の目の前にあるイオンモール名古屋ドーム前。今日、プライベートブランドなどを販売する衣料品売り場がリニューアルオープン。売り場のスペースをシーンや年代ごとに分けることでより見やすくしたほか、接客を充実するためにセルフレジも導入しました。そんな売り場に訪れたお客は、普段どんなお洋服着てるのかな。中日ドラゴンズのドアラ。売り場で始めたのは、やっぱりレアノリ選手大きいからXLがいいですかね。今日の開幕戦で開幕投手を務める柳裕也投手へのお祝い選び。すごい似合いそうですね。ドラゴンズブルーも入って、開幕戦勝利を期待するドラゴンズカラーを選んでいました。イオンスタイル名古屋ドーム前は子供用品などを扱う3階のフロアも来月下旬にリニューアルする予定です。